福岡市営地下鉄空港線中洲川端駅に来ています。今回は福岡市博多区にある中洲という町の再開発を見ていきたいと思います。福岡一の歓楽街、西日本一と言われることもある中洲です。隣は天神駅となっています。天神から1分、博多駅から3分の便利な場所にあります。中洲川端駅は博多川にまたがるように作られています。で、改札を出るとこのように長い通路があって、真上に博多川が流れてるんですね。日本の地下鉄でこういう川の下にある駅はあるんでしょうかね。他には、中洲川の出入り口を出ました。こちらは駅前の光景です。まあ、ここだけ見ると結構普通な街な感じですね。こちらの道路、中洲中央通りを北上して最初の開発地に向かいます。こちらの青い部分が中洲及び周辺で進行中の再開発です。まずは明治安田生命福岡ビル跡の再開発、鹿島によるオフィスビル建設を見ていきます。中洲中央通りを北上していきます。オフィスやビジネスホテルが並んでいる静かな場所ですね。歓楽街のイメージなんですけども、こういう場所もあるんですね。途中には2020年7月開業の三井ガーデンホテル福岡中洲があります。で、このラ・アトレの隣にあるのが最初の開発地です。白い囲いが見えてきましたね。明治安田生命福岡ビルの跡地で地上12階、1963年築のオフィスビルがありました。こちらが南隣のラ・アトレです。その隣で再開発が行われています。で、そのさらに北側では別の白い囲いがあって、こちらも再開発中です。見た感じ、元の建物の解体は終わってる感じですね。これら2つの開発地の間に通っているのが昭和通りという道路です。中洲だけではなくて、天神側でも沿道上でいろんな再開発が行われている、まあ、最近暑い道路ですよね。天神付近の再開発についてはこちらの動画をご覧ください。片側4車線の結構立派な道路ですね。道路の向こう側の鹿島のオフィスビル建設から先に見ていきましょう。以前は2階建ての駐車場があったみたいですね。東隣はデュークスホテル中洲というホテルが建っています。こちらに地上14階、延び床面積約 1.6 万平米のオフィスビルを建設します。この辺りは住宅が中心ですね。中洲の北の方は歓楽街のイメージとは違った一面を見せてますね。北側から見るとこんな感じです。着工は2022年1月なので、まあ、本格的な工事はこれからですね。竣工は2024年6月予定です。建設地の隣のデュークスホテル中洲です。で、そのホテルの向かい側に明治安田生命福岡ビルがありました。で、そこには新しくホテルが建設されるんですが、まあ、そのホテルと向かい合う形になりますね。再び昭和通りを渡って明治安田生命福岡ビルの跡地を近くで見てみましょう。中洲の東側を流れる博多川です。中洲の景色として有名なのはもう一つの中川の方でしょうかね。建設地の東側はこんな感じになっています。こちらも着工は2022年1月なので、本格的な工事はこれからです。地上14階255室のホテルとなる予定です。昭和通りを西に歩いて、もう一つの川中川のところにやってきました。こちらが中洲の西側を流れる中川です。
西鉄インのホテルが建ってますけど、かなり立派ですね。こちらの川の景色の方がメディアとかで有名な気がしますね。こちらの中川沿いに南下して次の開発地に向かいましょう。次は春吉橋の架け替え、にぎわい空間の整備を見ていきます。中川にはこの福泊出会い橋などいろいろな橋がかかっています。福泊出会い橋はこんな感じの橋になっています。で、この橋ではいろいろなイベントも開催されて観光スポットとなっています。で、これから見ていく春吉橋も将来そのような存在になるかもしれないんですよね。で、福泊出会い橋の一本南にあるのが春吉橋と中洲架け橋です。春吉橋を老朽化のために架け替えて、かつ賑わい空間を作るのが今回の工事となっています。橋の前までやってきました。架け替え工事が行われています。工事のために、春吉橋の南側に車道と歩道の迂回路が設置されています。一方、中洲架け橋の方は工事は行われず、そのままとなっています。春吉橋の南側に迂回路を作り、春吉橋を作り替えて、そして迂回路の場所に賑わい空間を整備します。中洲架け橋の方から新しい春吉橋を見るとこんな感じです。2021年度開通予定なので結構できてますね。今歩いているこの橋が中洲架け橋です。春吉橋のすぐ隣にある謎の橋なんですよね。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。で、ここがメディアなどでよく見かける中洲の光景でしょうかね。池田の方はほぼできているように見えますね。一方で道路としての舗装や横の柵はまだみたいですね。そしてこちらが新しい橋脚です。こちらは以前訪問した時の様子です。まだ橋脚が構築中でした。以前の春吉橋は昭和36年に架設。半世紀以上経ってたわけですね。渡り切った天神側にも工事の囲いがあります。上部港の工事は2021年12月28日までです。車道は右に迂回していますが、橋が完成すると直線に戻ります。次は賑わい空間になる予定の迂回路側を歩いていきます。迂回路側から見る新しい春吉橋はこんな感じです。橋の開通後も迂回路は撤去せずに賑わい空間が作られます。こちらが賑わい空間のイメージです。なので、仮説的な簡素な橋ではなくて、しっかりとした橋が架けられています。賑わい空間の整備は、新しい春吉橋が開通後に行われます。最後は、七隈線の新駅、櫛田神社前駅を見ていきます。七隈線はこのようなルートで、博多と天神南駅を結びます。春吉橋を含む国体道路を東に進んでいきます。この道路の真下で地下鉄七隈線が建設されているわけですね。七隈線延伸については詳しくはこちらの動画をご覧ください。しばらく歩くと丸い橋が見えてきました。で、地下鉄はこの橋の下で博多方面に曲がるんですよね。こちらは櫛田神社前駅の工事現場です。まあ、地下の工事なので、地上からはあまり様子が見れないですね。七隈線延伸は2022年度開業予定です。あと1年とちょっとですね。これまで弱かった中洲南部のアクセスが改善します。以上、中洲エリアの再開発でした。
ご視聴ありがとうございました。